植物の名前を漢字で出題します。読み方を答えてください。4択問題です。同じ植物を意味する漢字もお知らせします。それではスタート。第1問、風信子、ぶどう、片バミ、ヒヤシンス、のうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了を。正解はヒヤシンスです。青色の漢字もヒヤシンスと読みます。第2問、トチワカ、カキツバタ、トリカブト、トクサ、のうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了を。正解はカキツバタです。青色の漢字もカキツバタと読みます。第3問、イチジク、キオウギ、ザクロ、ラグラス、のうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了を。正解はザクロです。青色の漢字もザクロと読みます。第4問、マンゴー、パパイヤ、バナナ、イチゴ、のうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了を。正解はパパイヤです。青色の漢字もパパイヤと読みます。第5問、キキョウ、デイジ、ホオズキ、ユーカリのうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了を。正解はホオズキです。青色の漢字もホオズキと読みます。第6問、オリーブ、アロエ、ラグラス、セロリ、のうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了を。正解はオリーブです。青色の漢字もオリーブと読みます。第7問、コナラ、ケヤキ、シラカシ、クヌギ、のうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了を。正解はクヌギです。青色の漢字もクヌギと読みます。第8問、パンジ、ツバキ、トマト、南天、のうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了を。正解はトマトです。青色の漢字もトマトと読みます。第9問、バラ、わらび、ゼンマイ、シダ、のうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。
終了を。正解はゼンマイです。青色の漢字もゼンマイと読みます。第10問。サトウキビ、バナナ、カンナ、ベゴニアのうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了を。正解はサトウキビです。青色の漢字もサトウキビと読みます。第11問。キナゲシ、ヒノキ、クチナシ、カエデのうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了を。正解はカエデです。青色の漢字もカエデと読みます。第12問。アスナロ、クスノキ、ケヤキ、ツバキのうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了を。正解はクスノキです。青色の漢字もクスノキと読みます。第13問。アケビ、イチジク、クチナシ、モチノキのうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了を。正解はクチナシです。青色の漢字もクチナシと読みます。第14問。バラ、モクレン、メオン、サルスベリのうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了を。正解はサルスベリです。青色の漢字もサルスベリと読みます。第15問。なでしこ、ライ麦、ハト麦、エンバクのうち正解はどれですか？シンキングタイムスタート。終了を。正解はなでしこです。青色の漢字もなでしこと読みます。今回はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。